皆さん、こんにちは。早いもので、先日春一番がこちらでも吹きましたね。そうですね、やっと春一番も吹いてね。で、今、聞こえてます。これすごい風なんですよね。昨日はあの南からの春の嵐で、はい、それが去ったら今度北風に変わりましてね、はい、あのこちら丘の上なんでまた北風がこう名物でね、冬はね、はい、すごいです。大変なことになってますということでですね、うん、今週も頑張りたいですね。はい、頑張ってまいります。はい、今週は何ですか、佐藤深井さん。はい、お待たせしました。幸子銀さんのね、はい、北欧の泥と、小銀座を合わせたカフェマットと、はい、ポットマットですね。はい、あとヨカポイカと北欧の生地と、はい、3本立てでございます。はい、この強い風にもめげず、うん、切り抜けていきたいと思います。はいはい、最後までお付き合いいただけると嬉しいですね。そうですね。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、まず最初はマリメッコ。マリメッコですね。はい、こちらヴィンテージですね。はい、なんかこう線を引いたようなこうアルテックっぽくて、はい、かそういうか、そういうデザイン好きな方には結構いいんじゃないかなと。1984年のものになります。左に、はい、赤いラインで描かれた、いいですね。ね、とこちらがムイヤですね。はい、ムイヤになります。はい、ちょっと厚手の生地のムイヤの歯切れになります。はい、小物製作にいいですね。そうなんです、小物製作にね、はい、おすすめでございます。ブラウンにドットは白ですね。はい、これ2通りあってね、あの、はい、同じブラウンでブラウン系のドットもございます。うん、これはドットの方は白、はい、なります。はい、はい、こちらマリメッコですね。そうなんです、あのちょっと変わってまして、これ入りきれないんですけれども、規格外なんですね。あのここが耳で、はい、向こうの端が耳で、はい、なんとこの全長が285センチございます。はい、中のパターンはアンナシルバというそのベゴニアをね、うん、あのモチーフにしたパターンなんですけれども、はい、左端の方にこちらですね、ちょっとサインがございます。どうも私が想像するに、うん、そのマリメッコのテストパターンで使ったものが市場に流れてきてしまうという感じの、ちょっとそういうなんかこう物語ができそうな、はい、生地でございます。結構フィンランドではね、そのプロトタイプのシャツとかそういうのも平気でこう蚤、はい、の市に出回る国なので、ね、そういうこともあり得るかなと。でベースは白ではなくて薄いベージュになります。そうですね。はい、はい、こんな感じですね。でひょっとするとコットン 100% ではないかもしれないですね。はい、あのクッションカバーなんかではなんかそのナイロンとして出てますので、うん、ちょっとコットンではないかもしれない。ちょっと 何も素材表示がないものですからすみません。はい、はい、ウニコですね。はい、最近続いておりますピーニュニコですね。ピンクになります。はい、こちらまだ現行販売されているパターンでございます。2009年の、ね、パターンでございます。未使用のシンク、はいはい、春らしくていいですね。いいですね。はい、ちょっとテーブルに添えるだけで、ね、こんなにね、いいですね。ミニユニコーンが続きます。はい、ミニですね。はい、イエローで、これはベースが腕、ちょっとベージュも入ってるでしょうかね。はい、レモンイエローの、はい、小物製作にいいですね。いいですね、小さいからね、有効なんですね。
で、こちらが水色になります。はい。いいですね。で、こちらが下がベースが赤というか、そうですね、赤っぽいね。赤っぽいちょっとボルドーみたいな感じのね。はい。こちらシンプになります。イエローも未使用ですね、シンプ、はい、水色だけがあのユースト品になります。はい、なります。今どちらも小物製作にとてもいいですし、大人気のものです。はい、はい、再入荷嬉しいですね。嬉しいですね。こちらはちら、マリメッコ石本不二夫さんのリーテン、はい、何年でしたっけ。1979年になります。左右が耳で上下が縫製されてて、はい、小さなテーブルクロスとしてね、使われてたみたいで、はい、いいんですよ。なんか落ち着きもあり、ね、渋い感じも、あの白い食器がね、はい、あ、そうです、はい、こちらも、はい、マリメッコ石本不二夫さんの、ビブリ、何年でしたっけ。1980年だったんですね、はい、茶色ベースに、白の模様と、はい、どんな感じでしょうかね、はい、これも白い食器がありそうですね。ありますね、はいはい、こちらはタンペラーですね。毎回ご説明しておりますけれども、タンペラっていうのはフィンランドの新車のね、テキスタイルメーカーだったんですけども、1980年代の初頭に廃業してしまって、なかなかね、はい、こう、飲みの字も出てこないんですけれども、出てまいりました。はい。ちょうど100センチ ×100 センチぐらいの大きさで、素材はリネンでございます。クラシックパターンがいいですよね、うん、このね。いいですね。やっぱこうチェックは定番が、ね、定番ですよ。はい。でリネンですからちょっと重量感がございます。はい。はい。はい、こちら歯切れというか。歯切れでございます。誰かこう使っちゃいましたね。ねこれマリメッコ。はい、マリメッコですね。はい。はい、少しあの光沢感があるあの、うん、ちょっと柔らかい、柔らかい、薄手っぽい生地ですね、はい、白黒の模様でございます。これ何かね、小物製作いいですよね。はいはいはい、はい、2点ともこれフィンレンスの、はい、テーブルセンターでございます。はい、いいですね。そうですね。もう定番柄ですね、はい。こちらはイエロー系、マスタードですかね。はい、こちらはピンクですね。ピンクですね。はい、こんな感じ。雑用係さんが持ってる方が若干ね、大きさ的には大きい、ね。大きいですね。はい、こんな感じです。で、こちらは。やっぱこう、テーブルに布を添えると、本当なんか温かみがあってね、はい、いいですよね、本当に。布一枚でお部屋の雰囲気も。そう、お部屋の雰囲気まで感じます。私の心も変わるんですよね。次行きましょうか。はい、はいはい、こちらはフィンランドの生地でございます。メーカーは不明でございますが、はい、ピンクにね、白い小花模様がとても可愛く、またピンクが柔らかい感じですね。柔らかいピンクなんですね。はい、素手に挑むみたいな感じね。はい、小物製作にね、大活躍いたします。はい、こんな感じです。はい、肌触りもとてもいいです。はい、こちらは、マリメッコ石本不二夫さんの色。はい、
ですね、今の時期、ふわーっとした感じがして、お花の模様がね、はい、かわいいですね。うん、ですね、かわいい、かわいいですね、はい、こちらもマリメッコでございます。デザイナー、イルタ、はい、そうです、イルタっていうパターンで、デザイナーさんがですね、やったサローネンさん、1986年になります。この人のパターンってこう淡い感じが多いんですよね。んなんかこう本当春ぴったりの淡い感じのね、はい、コンディションは最高にいいですね。最高にいいです、はい、で左右が耳で上下が縫製されてますので、そのままお部屋に飾っていただいても、あ、テーブルクロスいいですね、はい、これも白い食器が合いそうですね。はい、そうですね、はい、こちらマリメッコのヤシンマットですね。ピンクが可愛いですね、今の時期に、ね、はい、未使用ですね、これですかね、はい、はい、はい、こちらマリメッコですね、はい、このなんていうんですか、グリーンとこのピンク紫の色合いがね、すごい鮮やかで素敵ですね。素敵ですね、上下左右含めて縫製されている何か使ってたみたいですね。そうですね、こういうところとかテーブルセンターもいいですね。いいですね、うんうんうん、うん、これからグリーンがいいですね。いいです、はい、コンディションは最高にいいです。最高にいい、はい、はい、はい、こちらはピンです、はい、リンゴですね、リンゴですね、はい、以前にもね、同じようなパターン、はい、ちょっと色違いでしょうかね。そうですね、左右赤です。落ち着いた赤でございます、はい、いいですね、はい、こちらムーミンですね、いいですね、可愛いです。グレーペースですね、はい、こういうのもしてていいし、こちらですね、牛ちゃんも可愛いです。可愛いですね、はい、同じくムーミンで同じ柄の色違い、色違いですね、ね、はい、こちらグリーン系でね、こちらピンク系です、はい、はい、小物製作にいいですね。そうなんですよ、本当どうでしょう、このぐらいの大きさの巾着もいいですし、はい、もっとちっちゃくてもね、このぐらいの巾着どうですか、かわいいですね、という感じでね、結構小さい柄取りもこう可能なパターンでございますね、はい、見るとね、うん、おすすめでございます、はい、はい、こちらマリメッコのアペルシーヌ、ね、アペルシーヌですね、はい、このグリーン系がまた素敵ですね、いいですね、はい、こちらハギレですね、こちらも、ハギレなんです、はい、マリメッコでね、はい、はい、使われた部分みたいですね、使っちゃいましたね、どなたかがね、はい、こういうものがね、こう市場に流れてきて、こうまた飲みの市で買えるのがフィンランドの ね楽しいところなんです、はい、なんかネイビー、そうですね、ネイビー その手書きのようなね、細かいその、うん、チェックでございます、はい、未使用、未使用、はい、はい、ピナップとパルプと、はい、言ってよかったですね、はい、こちらは古着解体の記事でございますが、はい、結構大変良好ですね、良好です、しっかりしています、ただ何というでしょうか、こうちょっとほどいた時に、4箇所ぐらいね、はい、ミシン目が残ったりですね、はい、はい、じゃあ、次にピッコロが続きます、はい、こちらも古着解体ですね、はい、こちらもです、グレー系ですね、はい、こちらホワイト系というか、というよりも若干薄いグレー系ですね、薄いグレーですね、はい、
コンビネーションですね。それにしても風が強いです。強いです。じゃあブルー系、こちらは赤白です、はいはい、コンディションいいですね。いいね。はい、こちら少しちょっと明るいブルー、先ほどのよりも赤ですね。はい、こんな感じです、はい。こちらはそれぞれ端切れセットになります、はい、ちょっと全部お見せできないんですけど、はい、こんな感じ、こういうものもご用意してます、はいはい。で最後にピッコロではないんですが、フィンランドのメーカー不明でございますが小花模様でございます、はい、グリーン白いお花がね、はい、これからの季節にぴったりだと思います。レトロ感があっていいですね。いいですね、はい。ということで生地は以上でしょうかね。はい、以上になります。はい、で続いてヨカポイカ、はい、ご紹介いたします。はい、はい、ヨカポイカです。これレディースですね、はい、で毎回ご説明してますが一応ねご説明させます。ヨカポイカには2通りのシルエットがございまして、こちらのように、ショートだけで左右が絞ってあって、ボタンが ダブルと、はい、でポケットがなしというタイプと、あとストレートのカットでサイドにスリットが入ってポケットがあるクラシックタイプの2つでございます。はい、ちょっと新しい方ですね。はい、そうですね。後ろの方で絞ってあります。落ち着いたオレンジにライトグレーでしょうか、ね、そうですね。かわいいですね。かわいいですね。色がいいですね。はい、この色は当ショップ初めて ですね、はいはいはい、でこちらメンズになります、はい、でこれが先ほどのストレートタイプでしょうか、ね、そうですね。ストレートタイプでサイドにスリットが入って、はい、ボタンはシングルでございます、はい、後ろポケットが、はい、で後ろがこんな感じで、はい、こちらもスタイリッシュのタイトなタイプですね、はい、レディースでございます。色がいいですね。落ち着いたイエロー系でね、はい、はい、こちらもレディースのスタイリッシュな、はい、タイトル、はい、水着です ね、もうね、こちらビビッドなイエローですね、ね、こちらもレディースですね、はい、タイトなタイプでございます、はい、そんな感じです。はい、で最後は、こちらもレディースですね、はい、ブラックにシトラスグリーンと、はい、いうことですね。こちらもダブルボタンでスタイリッシュになった、はい、ということでヨカポイカのシャツは以上で、はい、ね、ですね、はい、もうこれから間もなくねシャツ1枚で過ごせる季節がやってまいります。はい、嬉しいですね。ね、嬉しいですね、はい、なかなかね、合うサイズがなかったり、うんうん、色もね、なかったりします、はい、これだって合った時が、そうですね、出会いですね。そうですね、はい、ということで、春をね、はい、楽しみたいと思います。はい、はい、で、次は何ですか。はい、次は、幸子凛さんの古民雑誌、はい、はい、お届けいたします、はい。